最初に、私の得意技を説明します。私の得意技は捨て身技です。その中でも私は、巴投げが得意でした。ですからいくつかの種類の巴投げを皆さんに、紹介します。То же самое в другую сторону. Угу. これは巴投げでも横巴投げと言います。その他にも少し形の違う巴投げがあります。この巴投げは引いて引き手をこういうふうに返します。先ほどした巴投げはこちら側に引いています。もう一度見ましょう。その他にも基本的な巴投げ、投げの型にあるような巴投げはを紹介しましょう。入って、これは最初の一般的な基本的な巴投げです。その他にも、例えば相手が袖を切ってきた場合です。切ってきた場合は片手でここに。もう一度やってみましょう。蹴られたらそのまま持ちます。持って脇を作って踏み込んで、次に紹介しますのは、俗にシザースと言います。ハサミですね。ハサミ、相手は足を挟んでかけると思います。横に回しながらかけます。相手の体を回し込みながら、そして足で交差をしながらかけます。ストップ。休憩。ワン、ツー。Они сейчас. Рекорд? How to study? Как обучить? Сейчас, окей. Снимайте. じゃあどうして巴投げを練習するかを紹介します。最初は一人でやります。必ず練習をするときはこういう畳の合わせ目のラインを利用しましょう。やってみます。1、2、3、この練習です。すべての動作はこのラインの上で行います。申し上げます。1、2、3。この時足を上げません。しっかり足をつけます。引き手はこのように引きます。これはダメです。こうします。最初はこの練習をします。そんなに難しくはありません。次に相手と組んで練習をします。しかし、まだ巴投げはかけません。体の捨てる場所を勉強するだけです。ではやってみます。1、2、3。
練習です。この時に大切なのは受けです。受けの人がここに踏み込んで前回り受け身をします。もう一度見てください。1、2、こういう形です。これができたら第3段階です。3回目のレベルアップした技術は同じように組みます。1、2、足を伸びます。決して伸ばしません。これはダメですね。できるだけ実は伸びます。そしてこのようにします。もう一度やります。1、2、このように膝を曲げます。巴投げで大切なのは膝を曲げることです。膝が伸びるとかかりません。膝をできるだけ曲げましょう。そのための練習です。ちょっと、別な方法で巴投げの技術を説明しましょう。もし私が膝を伸ばしたなら相手は持ち上げません。しかし引き手を上に上げて膝をもし曲げると簡単に上がります。ですから膝を曲げることが巴投げには非常に大切なことです。そして手を上に上げる。悪い例をしましょう。これは悪いんですね。足が伸びてる、下を引く、上がりません。手を上に上げる。そして膝を曲げる。これが巴投げのポイントです。ですから、よく膝を曲げる練習をしましょう。はい。第4の段階です。軽く足を上げます。1、2、こういう形です。遠くに投げた方がいい技です。これは下手です。ダメです。膝が曲がると相手は遠くに行きます。膝が伸びると相手はここに落ちてきます。これはダメです。もう一度やってみましょう。これで相手は遠くへ飛ばすことができます。次は最後の段階です。実際の試合の場合は手は離しません。必ず押さえ持ったまま技をかけます。ですから投げた後は1、2、この形になります。押さえ込みます。関節を取ってもいいでしょう。持ってくるんですね。手を持っておく。持ち上げてやりましょう。1、2、こういう形ですね。これが最後の形です。休憩レスト OK。 I'm doing that No. Maybe first repetition. Explain him. Yes, now he understandついにコンビネーションテクニックを紹介します。巴投げはタイミングで投げる技ですから、タイミングがバレるとなかなかかかりません。ですからいろいろな技でコンビネーションテクニックとして巴投げを使うことが大変有効です。代表的な私の得意だったコンビネーションのテクニックを紹介します。一つは小内刈りです。小内刈りから巴投げに入ります。ただし私の巴投げは小内刈りは少し変則です。普通はこのように体重をかけて小内刈りを受けます。
反対です。こうして、こうじゃない。こういう感じですね。相手は足を踏みます。上げて、こういう感じですね。ここから、巴投げに入ります。ちょっとやってみましょう。 相手の足が上がってきます。上がったら降りてきます。この降りてくるタイミングを合わせます。もう一度やってみましょう。足を上げながら、このように入ってきます。それから内股、内股、肩甲骨の場合ですね。 相手が左の方、私は右です。彼は左です。このようなボーイは内股をかけるような動作をする場合があります。こう内股をかけるような動作ですね。ここからこの動作から入ります。まあ、いろんな組み合わせ的にこう考えてください。また、 巴投げがかからなかった場合は、そこから十字固めに変化することもあります。十字固めは、襟を持っている手を狙います。相手はここを持ったら、これを狙います。相手はこの手を持っていた場合は、この手を狙います。ちょっと変化図である場合、ディフェンス。 ちょっとやります。相手が巴投げをかけてディフェンスします。グー。やります。パウ。オッケー。押さえとってくれ。これはもう離さないで。あと、ディフェンス。あと、ディフェンス。飛ぶなって投げられなくていい。ダッシュした。二パーで絶対。ここから。巴投げから十字関節。相手がこっちを持った場合は、それはここから。で。ですから常に。 巴投げを勉強する場合は、コンビネーションテクニックとして、いろんな技を覚えていった方がいいと思います。OK。いいですか？ちょっともう一回だ。違う。実際は、実際かける場合は、本当はこうするんですね。試合の時は、これです。 で、とりあえずフォーム。十字から処分。いいです。な、チャンス。それ、いい、いい、いい。じゃあ、やります。切ります。しっかり入ります。持たせます。持たした後に、ともに入ります。そこで入ります。こういう形です。その他にもいろいろ考えて、自分でコンビネーションテクニックを作った方がいいと思います。